都庁近辺昼飯戦争。新宿に都庁が引っ越してきて、新宿西口昼飯大戦争というようなことになったらしい。都庁の職員だけでも一挙に1万3000人の人口が増えるのに対し、新宿西口の飲食店の数がざっと600店、座席数にして4万5千席とか、テレビも週刊誌も毎日のようにどうすんだどうすんだという特集を組んで事態の深刻さを伝えていた。都庁内の職員食堂は2つあって、それを合わせても座席数は1540。職員食堂だけでは当然足りないので、弁当屋が町内の廊下に押し寄せ、いやそれは規則でできない、いやいいじゃないかなどの騒ぎもあったと伝え聞く。昼食時間には第一エレベーターがなかなか来ず、15分から20分待ちで、食堂の入り口の行列がさらに20分待ちという週刊誌の記事もあった。町内や町には昼食難民があふれ、国連も事態を重視してクルド族の次は西口だということになって、ヘリコプターによる食料投下を検討中とか伝え聞く。一体真相はどうなっておるのか。とにかく現状を把握しなければならぬ。把握して事態の収拾を図らねばならぬ。とデクエアル事務総長のような心境になって都庁に出かけていった。結論を先に申し上げる。全然混んでない。新都庁は第1本庁舎、第2本庁舎、議会棟の3つの建物からなっており、職員食堂は第1本庁舎と第2本庁舎にある。その他に議会棟には職員食堂よりやや高級なカフェテリアと議会レストランがあり、同じ議事堂地下には一般の天ぷらや蕎麦やとんかつ屋などが軒を連ねている。とりあえず第一庁舎の方へと思い、1階のエレベーターの前に並んだのだが、エレベーターはすぐ来てすぐ乗れた。食堂は32階にある。大行列ができているのは45階の展望台への見学者のエレベーターの方だ。こちらはただいま20分待ちですと係の人が声を枯らしていた。32階の全フロアが職員食堂で、ま、ごくありきたりの社員食堂の作り。入り口にサンプルが並んでいて、職員はカード、一般ピープルは券売機の方に並ぶ。12時3分、食堂の前に行列なし。12時15分、行列13人。12時30分、行列15人。12時40分、行列8人。しかも15人の行列はあっという間に消化される。食堂内の客の入り、最大時8割、平均7割、人心極めて平静。国連による食料投下なし、投下品の奪い合いなし。どうもなんだか気が抜ける。あの報道は一体何だったのか。後で第二庁舎の方の食堂にも行ってみたが、こちらはガラガラ。シーンとしてわびしいくらい。とりあえず何か食べよう。拍子抜けがして腹が減った。メニュー。カレー350円。ラーメン300円。きつねうどん300円。ロースカツ750円。寿司550円。スパゲッティ500円。定食類は550円から650円で、おでん定食、サバの四川風、マダラの新鮮風、お母さんの煮物などという洒落たつもりの名前の定食もある。お母さんの煮物というのはただのおでんで、そういえば
おでん関連の定食が嫌にたくさんある。思わず怪異暗鬱のビルの中にいることを忘れる。ついでに申し上げると、この新都庁舎は見ていると暗い気持ちになる。思わずため息が出て前途が真っ暗になる。暗い建物というものは、その建物にまつわる出来事などが積み重なっていって次第に暗くなっていくものだが、この都庁は立っていきなり暗い。とても打ち解けた気持ちにはなれない。おでんで打ち解けさせようったってそうはいかない。納豆、きんぴら、やっこはいずれも80円。納豆、きんぴらで和ませようったってそうはいかない。都庁弁当というのが人気らしく、700円なのに12時10分には売り切れになった。周りを見回すと都庁の職員らしい人が一番多く、おばさんの見学グループも多い。環境保護を意識してか、橋は塗り橋。どういうわけか、トレイの正しい持ち方というのが図入りで掲示されている。僕の持ち方は間違っていて、その図を見て赤面して慌てて持ち直してしまいました。ガラガラの第二庁舎の方の食堂も内容はほとんど同じだ。面白いことに、一番高級な議会レストランが一番混んでいた。満員の盛況で空席を待つ人が入り口で並んでいる。この店はノンセルフサービス、伝票後払い方式で、サバ塩焼き定食800円、ヒレカツ定食1000円、刺身定食1150円、ビール中400円もあります。議事堂地下の一般店のところは、ラーメンの直久、寿司の寿司岩、そばの浅部、長坂白砂本店、とんかつの伊勢、天ぷらの天花、中華の豪華などが軒を連ねていて、この辺の客の入りは6部といったところ。食事を終えた人は見学者コースに従って庁舎内部を見て回る。歩きながら壁面を叩く人が多い。ほう、これが噂の大理石かと叩き、本物だとうなずき、ほう、ここはビニールクロス張りだと叩き、なんだかベコベコするなとつぶやく。建売り住宅を値踏みしているような気分になっているらしい。展望室は45階、200メートルの高さ、300坪の広さで、天井の高さ18メートル、広々としていて、ところどころにソファーがある。そこに座り込んだ60ぐらいのご婦人の二人連れ。だから私は言ってやったの、という話題は嫁の愚痴。そういう話題はわざわざ200メートルの上空でやる話題か？